麻薬密売人のズンダモンなのだ。ロケットだけじゃなく頭もぶっ飛んでる宇宙飛行士から連続で注文が来ているのだ。しかも今度は制限時間付き。時間がかかると禁断症状が出てしまうのだね。しかも10分というのは非常に短いのだ。ロケット発射場まで車で往復すると5分以上かかるのだ。で、一度に運べるタイマは4個、必要なタイマは20個、5往復しないといけないのだね。車は3台あるからギリギリ間に合うかどうかってとこ、頑張ってやってみるのだ。うおー、急いでタイマを運べー。でも交通ルールは守るのだ。この車は制限速度を遵守するのだ。だって交通違反で捕まったら大麻製造がバレるし。うわ、今別のところから注文が来たんだけど、この注文めっちゃ美味しいのだ。4400ドルももらえてしまうのだ。でも制限時間付きなのだ。宇宙飛行士の注文なんかやってる場合じゃなかったのだ。ちくせう、とりあえずこの注文は許可も拒否もせず保留して時間を稼ぐのだ。宇宙飛行士からの注文はギリギリで間に合ったのだ。残り20秒だったから本当に危なかった。では保留してた注文を許可するのだ。発射場のすぐ近くからの注文だったのだ。ふん、どうせ宇宙飛行士どもが噂を広めたんだろ。こうしてまた新たな薬中が生まれてしまうのだ。そういえば宇宙飛行士の注文を達成してもお金はもらえないのだ。代わりに新たな装備がアンロックされるのだ。どんな効果のある装備なのかな。きっと宇宙服なのだ。でも地上だと何の意味もない気がするのだ。有毒ガス耐性 100%、 空気圧保護 100%。 有毒ガス耐性、なんでそんな項目があるのだ。もしかして有毒ガスを発生させる薬物が将来的に出てくるのだ。怖いのだ、薬物製造は怖いのだ。もう一つ解禁された装備の宇宙服はメス製造設備の効率を 70% アップさせる効果。メスの製造はまだアンロックしていないのだ。メスというのは覚醒剤メタンフェタミンの通称なのだ。大麻より覚醒剤の方が製造が大変そうなのだな。さてそんな感じで平和に過ごしてはいるんだけど、そろそろ襲撃に備えて警備員を雇おうかと思うのだ。というのも最初の頃にチキンの集団をよこしたサンダースじゃないジジイが市長に立候補したらしいのだ。薬物による腐敗をなくすことを公約に挙げているのだ。普通にいいことなのだ。でももし市長になんかなられたらこっちは困るのだ。権力を使って潰しに来られてしまうのだ。だから襲撃に備えて軍備増強ということなのだ。まずは土地を1区画購入して雇用枠を拡張、そして警備員を2人雇ったのだ。装備はどうしよう、ガンショップとローカルビジネスをやってこなかったから武器とかないのよね。とりあえず釘バットを装備させとこ。ちゃんとガンショップにも薬物を送らないとな。さてそれじゃあ今回の麻薬解説といくのだ。今回はヒドロモルフォンという麻薬を解説するのだ。虫タイプのポケモンじゃないよ。ヒドロモルフォンはモルヒネに非常に似た化学構造の麻薬なのだ。日本では2017年に発売された新参者なんだけど、海外では1920年代から使われ始めたという超古参なのだ。錠剤が2種類と注射薬があって、錠剤はナルサスとナルラピド、注射はナルベーンなのだ。ナルサスは定期服用に適した錠剤なのだ。この錠剤は1日1回の服用で24時間効き目が持続するのだ。1日1回の服用でいいのはこいつだけなのだ。1日1回というのは想像しているより大きなアドバンテージなのだ。1日2回服用と聞いたら朝食後と夕食後に飲むのを想像すると思うけど、麻薬はそうじゃなくて12時間おきの投与なのだ。例えば朝の8時と夜の8時とか12時間ぴったりにしないと効き目がばらついて大変なのだ。でもそれを守るのはかなり大変なことだと思うのだ。一方で1日1回の服用ならどこでも好きな時間を選べるのだ。決まった時間に服用するってのは変わらないけど、例えば昼の12時ぴったりとか寝る前の時間とか一番都合のいい時間を選べるからね。そんな感じのアイデンティティがあるのがナルサスなのだ。一方でレスキューに使えるのがナルラピドなのだ。すぐに効くナルサスだからナルラピッドでナルラピドなのだ。こちらは痛みが強くなった時に飲むって感じなのだ。でナルラピドも強いアイデンティティがあるのだ。レスキュー用の薬で錠剤なのはこいつだけなのだ。前回に解説したオキノームは粉薬だったよね。錠剤は錠剤でいいところがあって、寝たきりの人は粉薬より錠剤の方が飲みやすいらしいのだ。寝ながら粉を服用するってのを想像してみるとわかるのだ。むせそうなのだ。
だからそういう人には錠剤がいいのだ。個人的に一番優秀だと思う麻薬がこれなのだ。ところで前回のオキシコドンもだったけど、ナルサスナルラピドには乱用を防止する工夫がなされているのだ。この錠剤水に溶けないのだ。水やお湯に溶かすとゴムみたいな感じになるのだ。ズンダモンが病院薬剤師だった時は定期的に患者が生前使用していた麻薬の廃棄作業をしていたんだけど、ナルサスの廃棄はお湯に入れてから乳房で潰すってやり方だったのだ。お湯に入れたらブヨブヨになって乳房で潰す感触が癖になっていたのだ。麻薬飲んでないのに癖になったのだ。そんな性質なんでお湯に溶かしてから注射という乱用ができなくなっているのだ。あいつらすぐ麻薬を注射しようとするからな。ということで今回の解説は以上なのだ。さて残りの時間何をしよう。ガンショップに大量のタイマーを送り込んでポイントをたっぷり貯めたのだ。これでサブマシンガンを解禁したのだ。 R99 がサブマシンガンでは一番好きなのだ。ボルト君もいいよね。早速装備させてみたいけど今は圧倒的に金欠なのだ。警備員を雇うために1万ドルを使って土地を買収したのでお金がないのだ。早く注文が来てくれないと破産するのだ。ほらこの町には大麻大好き人間がたくさんいるじゃろ。早く注文をよこすのだ。そしてそんな金欠なのに結局2500ドルも使ってサブマシンガンを装備させているず。まあ装備を外せばお金は返ってくるからいいんだけどね。おお、貴重な注文なのだ。すぐに配達して差し上げますのだ。お客様は神様なのだ。今回はパーティーしても許してあげるぞ。にしても注文が欲しい時に限って全然来ないんだよな。ずっと自利品な状態が続いているのだ。その問題を解決する方法もあるけどそれには5000ドルかかるのだ。だから5000ドル貯まるまで我慢するしかないのだ。あまりにもお金がなさすぎて普通の大麻製造施設は売却してしまったのだ。それではそんなところで今回はここまでなのだ。このシリーズはよく伸びているからどんどん投稿していくのだ。じゃあいいねをよろしくなのだ。ではでは、 See you!